その日は午後の出勤だったものですからお家に来たんです。朝のうちはね、空襲警報出てましたんですけど解除になってね、でみんな普通の生活に戻ってたんですけれども、私は工場行かなきゃならないからと思って部屋の中で一生懸命用意してたんですね。それでちょうど11時何分という時に、もう何にも前、それこそ警戒警報でも空襲でもあればもうこの防空壕の中にいたんでしょうけど、解除になってたもんですからね、もうみんな普通のようにしてたところに原爆が落ちたんですよ。それでね、私なんかもお家の中にいて何が起きたか分かりませんけど、本当にあーっていう音の中と、それとドーンっていう音の中で、もう何が分かりません、体を伏せてしまったんですけどね。結局お家は全壊しましてね、それでその中から瓦礫の中から一生懸命這い出して、出てきて命だけは助かったんです。でも近所もみんな全壊しているように焼けてくるところもありまして、木の毛があるところは燃えたっていう、うちの付近ですから。でも中心地の方はもう大変なことでしたね。もういきなり、それこそ長崎で7万人、広島は15万人っていうようなね、ひどいものでした。それで、まあ命は助かって、ちょっとぐらいのかすり傷で済みましたけれども、それからが大変な思いをしました。長崎で子どもたちがたくさん亡くなったんですよね。小学校、中学校、それから男の人は戦争に回したからね、女性、子ども、年寄りっていうのがどんどんたくさん死んでるんです。それでね、そういうようなこともありましてね。でも私が工場に行ってたお友達は死にました。私も時間帯がね、そうじゃなかったら私もこの世にいなかったんですけども、たまたま離れた 2.5 キロのところに川平町っていうところにいたために命が助かったっていうわけだったんですけどね。それからはもう大変でした。本当にね、悲しくてね、お友達がいっぱい後から分かったんですけど、200何人も亡くなった同級生たちがいたもんですから、私だけ生き残ってね、申し訳ないなっていう気もあったりしましたね。それで就寝地から周りの小学校もいくつかありましてね、みんなお勉強してる時に解除になってるもんですから、何の用意もありませんよね。バーンと来てしまって、本当に悲劇が起きたんですけれども、今頃になってあの当時のことをね、いろいろ言われますとね、どうしてね、あの時に少し空襲警報でも出てたらこんなにたくさん死なないでよかったんじゃないかなと思ってね、そういうのを思ったり悔しく思うことばっかりでした。まあね、なんていうんですか、私たちね、原爆が落ちた時にもう占領、アメリカの占領下にありましたのでね、どこに行っても原爆の話することもできないでね、必死になってね、生きてきましたけれどね、今日はね、たくさん亡くなった方の魂をですね、ここの、要するに東京や神奈川県にいっぱい移り住んでいらしたわけなんです。で、神奈川県では下でもお話しましたけど、5000人の広島と長崎で被爆した人が5000人も今もいらっしゃいます。で、鎌倉は200人の方がいらっしゃるんですが、で、その200人の方お互いに被爆者同士で支え合っていますけれどもね。で、去年だんだん皆さん年を取ってまいりましたのでね、毎年毎年どんどん亡くなっていらっしゃるんです。まあ、去年は私もここで慰霊祭が毎年ありますのでね、参加しておりましたら、県では47名の方が昨年は亡くなられて、鎌倉からも6名の方が亡くなられてね、名簿を読ませていただいてね、もうそんなにね、なるほど、私たちもこれでね、
13歳です。今はもう81になってしまったんですよ。本当ね、だから次は私たちかななんて思いながら、でもね、ちょっとここの観音様、本当にね、今日はさっきお話をお聞きになったかもしれませんけど、原爆の日のお話ね、広島から67年前にこう地下にくすぶってた7日目の時に、それを火を持って帰って、それからずっとの昭和どこかのお寺さんでずっと火を灯してらしたと思うんですけど、それから昭和じゃなくて平成2年にこちらの観音様に原爆の日っていうね、そこに塔がありましたね、あそこに火をずっと燃やし続けて、その中からね、今日は火をいただいて、こうやってキャンドルに移して年々毎年ここに、キャンドルの間いたしましてね、ここにお祭りされてる霊の方、被爆して亡くなられた方にね、1年に一度はお目にかかりたいと思って私たちは来てるんですけれども、本当にね、この美しい鎌倉のね、この小高いところの観音様、とっても素敵な観音様のなんかね、懐に守られて、みんな霊をここで預かっていただいておりますのでね、本当にこちらのお寺の観音には感謝しております。まあね、あんまり刺激的な怖かった話はお子さんがいらっしゃるんでいたしませんけれどもね、こうやってね、世界平和のため、それから二度と戦争がないようにって叫びながら私たちも日々歩いております。年に1回はいろんなところ参加いたしましてね、学校やなんかでも被爆のお話もさせていただいたりしまして、もう二度と子どもたちにもこれから の未来のためにもこんなことがあってはいけないよっていうので、被爆体験をさせていただきます。本当に今日はちょっとの触りでしたけれども、こんな素晴らしい観音様を見上げながらね、そのお話をさせていただくというのは本当に嬉しいと思います。今ね、ちょっとその頃7歳でいらした方が、おじいちゃまがいらっしゃるんですよ。で、ちょっとお話ししてあげてください。7歳の時にね、被爆、広島で被爆して、お父様もお母様も亡くなった方なんです。皆さんこんばんは。こんばんは。キャンドルナイトを大船に参加していただきましてどうもありがとうございました。今高野会長からいろいろと話がありましたので、私は話すことはないんですけれども、ただ私のその7歳の時に入試被爆、まあ入試被爆し、まあ、こういう幻想の中であまり大きな声で喋って足りはないかなと思って今小さめに今話をしてるんですけども、まあそういうことで、私はですね、今高野さんが話しありましたように7歳の時に広島で、私の自宅は爆心地から 1.1 キロのところでございましてね、ここにいました。で、私はなぜここに立ってるかといいますと、入試被爆といいますか、要するに学童疎開してたんですね。で、その4月に、20年の4月も終わりだったと思いますけれども、要するに新学期は、ね、要するに広島の市内の小学校じゃなくて、要するに両親が山口県に親戚がありましたので、そこに疎開させてくれたんですね、両親が。で、軍事公園に行ったので助かったんですね。で、私は高野さんと違って直接被爆じゃなくって、入試被爆市に入って、ね、今被爆者健康手帳を、入手してるんですけど、その被爆 の被爆者健康手帳をもらってる人が被爆者。